どうも、皆さん、こんにちは。チャックバツです。本日はですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードは、百貨店ギフトカードを購入することができるんですよね。で、これがですね、前回、早期終了した 3% オフキャンペーンがですね、なんと、再来ということで、またキャンペーン開始になりましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。はい、ということで、今回ですね、アメックスの百貨店ギフトカード購入 3% オフキャンペーンがね、やってまいりました。こちらね、去年の今ぐらいだったかな、ありまして、早期終了したんですよね。こちらね、二次利用ができる百貨店のギフトカードが、なぜかね、3% オフで買えるんですよね。はい、まあ利用できるところはですね、まあ限られるわけなんですけども、まあこの二次利用ができて、またね、3% オフで購入することができるっていう風になりますんで、昨年ね、早期終了しちゃったんですよね。ですので、今回ね、ちょっと今日本日はね、別の動画出す予定だったんですけども、もしね、購入されたいっていう方は、まあ、できるだけ早めにね、購入していただくのがね、おすすめ。前回ね、ネットもダメ、電話もダメみたいなね、そんな状況になってしまいましたので、利用される方はね、ぜひね、できるだけ早くね、申し込みしてほしいなということで、そこでね、動画作らせていただいております。で、またね、今回の対象のカードなんですけども、私はですね、ヒルとアメックスとか ANA とかデルタとかね、対象のキャンペーンが来たわけなんですけども、こちらね、ツイッターのご友人の方はですね、なんとね、今、市場にね、人気のあるアメックスのゴールドプリファード、こちらもですね、来ている方がいらっしゃるということで、カード保有されている方はですね、ぜひね、こちらね、メールが来てないかですね、チェックね、してみていただければなと思います。まあ、今回の動画に関してはですね、こちらのね、キャンペーンね、詳しく見ていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらね、公式サイトになっておりまして、メールがね、来ております。この上にですね、カード番号のね、下段桁が書いてあって、その対象カードのね、メールが来ておりますので、ぜひね、このメールが来てないかね、チェックしてください。で、ブラウザを開くっていうね、ボタンを押していただくと、こちらのページに飛びまして、期間中注文していただくと、百貨店ギフトカード、3% オフで、購入することができるキャンペーンページに飛びます。で、このね、百貨店ギフトカードはね、こういったものになっておりまして、対象カードですね。ANA アメリカンエクスプレスカード、ANA アメリカンエクスプレスゴールドカード、ANA アメリカンエクスプレスプレミアムカード、ヒルトオーナーズアメリカンエクスプレスカード、ヒルトアメックスプレミアムカード、デルタスカイマイルの一般カード、デルタスカイマイルのゴールドカード、ペルソナスタシアアメリカンエクスプレスカードということで、私が来ているのはこちらのね、キャンペーンの対象カードのね、キャンペーンで来ているわけなんですけども、こちらね、ツイッターの友人の方にね、画像の方をお借りさせていただいたんですけども、ツイッターの友人の方はね、ゴールドプリファードもね、対象になっている、メールを受け取っている方もね、いらっしゃるということで、こちらはね、本当にいいですよね。私もね、アメックスのゴールドプリファードね、持っているんですけども、私はね、ヒルとアメックスの方で、メールが来たので、おそらくね、こちら対象ではないと思うんですよね、私は。まあ、メールが来ている対象カードがね、今回のキャンペーン対象になっていると思いますので、もしね、持ってない方の、クレジットカードで来た方は、まあ、アメックスのデスクにね、ちょっと電話して、確認してみていただければなと思います。今ね、新規入会キャンペーンで、5月31日までね、100万円使わなきゃいけない方と、半年で100万円使わなきゃいけない方ね、いらっしゃると思うんですけども、そういった方がですね、この百貨店ギフトカードをですね、3% オフで買えてしまうっていうのはね、非常にすごいですよね。しかもね、この百貨店ギフトカードの購入っていうのは、ポイント付与がですね、満額なんですよね。ですので、まあ、今回ね、こちらのカードをね、1万円分買ったとしても、まあ、普通にね、ヒルとアメックスプレミアムカードであれば100円で3ポイント貯まりますよね。ですので1万円のギフトカードを買っていただけば普通に300ポイント取れるっていう風になりますんで、ポイントは満額で取れるし、またね、決済修行も積めるし、二次利用できる百貨店ギフトカードは獲得できるということで、こちらね、私の予想ですけども、まあおそらく早期終了するのではないのかなと思います。で、注文期間がですね、もうこちらね、開始になっているみたいで、2020年6月5日までご注文分までということで、もしね、購入される方はこちらにね、購入してください。で、今回のキャンペーンなんですけども、この動画撮っているのは5月の9日ということで、6月の5日までしかね、購入することができないんですよね。で、申し込みサイトはこちら。で、電話はこちらということで、まあ、こういった感じでね、記載されているんですけども、前回ですね、もうこちらもね、
通じないで、この電話も電話中みたいな、まあ、そんな感じになりましたので、まあ私はですね、その時購入、家族に頼まれて購入したんですよね。でその時はですね、アメックスのカードの裏面のデスクから、まあお願いして折り返してもらったみたいな、そんな感じで利用させていただきましたので、もしねこちら両方ともつながりませんよみたいな時は、そういった感じでね購入していただければなと思います。で今回のキャンペーンはね 3% オフで購入することができるということで、注意事項としてはまず送料を含まない金額で、またね 3% オフは注文のウェブサイトでは 3% オフ適用前の金額が表示されるということで、この点はご注意ください。請求が上がってきて初めてね、割引後の金額で請求が来る感じになります。まあ、こういった感じでですね、今回ね、二次利用ができる、このね、ギフトカードがですね、3% オフで購入することができるっていう風になりますんで、で、今回ですね、対象カードがこういった形になっているわけなんですけども、まあ、ANA で決済使用している方もね、中にはいらっしゃると思います。やはりね、この ANA のクレジットカードなので、ANA のね、ライフソリューションで利用されている方、こちらもいらっしゃいますよね。こういった決済使用されている方もおすすめですし、ヒルトアメックスに関しては、今新規入会キャンペーンやっておりますよね。もしね、発行された方でこのキャンペーン来てますよっていう方、ぜひ教えてください。これやばいですよね。はい。決済使用も詰めて新規入会キャンペーンでね、今決済使用している方にも来ているのであれば、めちゃくちゃおすすめっていう風になりますしね。で、またね、デルタスカイマイルね、こちらゴールドカードね。まあ、ちょっとね、デルタゴールドメダリオンがね、お得感はなくなってしまったので、まあ、わざわざゴールド維持する人はいないかもしれないんですけども、一応ね、アップグレードもまだ利用することができ、今後変わるみたいですけどもね、はい、利用することができるので、決済使用している方もね、いらっしゃると思いますので、いやね、これはね、本当にいいですよね。まあ私もね、ヒルトアメックス、プレミアムカードね、今、決済使用しておりますので、まあいくつかはね、買いたいなと思ってるんですけども、ひとまず利用されたい方は、できるだけ早めにね、注文しておいた方が、まあウェブでも電話でもね、利用しやすいかなと思いますので、この点覚えておいてください。で、このね、百貨店ギフトカードはね、何なんですかっていうところで、この百貨店ギフトカードのね、詳細なんですけども、有効期限がなく残高がゼロまで何度も利用できるギフトカードっていう風になります。で、注意していただきたいのはこちらですね。利用できる百貨店なんですけども、こちらね、こういった感じで記載があって、このね、札幌であれば、大丸札幌、札幌三越、丸井今井札幌本店とかね、書いてありますよね。で、こちらね、ここに記載があればですね、ここに入ってるテナントも使えるように見えるじゃないですか。これね、使える店、使えない店ね、決まっておりますので、もしね、購入される方は利用先のね、百貨店、特にテナントで利用されたい方、まあ中にはですね、電化製品を購入されたいとかね、iPhone を購入したいとかね、まあいろんな利用先あると思うんですけども、まあそういった時にですね、実はね、ここが対象外だったとかね、まあありえますので、この点はね、確実にチェックしていただいた後にですね、こちらね、購入するようにしてください。で、注文方法はですね、まあ先ほど言った通り、ウェブサイトからまたポイントが貯まって、注文も簡単にできて、で、券面はこういった感じで選ぶことができます。本来このね、百貨店ギフトカードって、今ちょっと売ってるかどうかわかんないですけど、昔コンビニとかにも売ってたんですけども、まあ額面通り買えないんですよね。ですけども、このね、アメックスのサイトでね、購入していただくと、1万円以上だったかな。はい。ここら辺で購入すると、額面通りのね、金額は購入することができるっていう形になります。これちら注文画面でもね、確認できると思いますので、そちらもね、ぜひチェックしてから購入するようにしてください。で、注意していただきたいのは、送料がね、かかるんですよね。ですので、1枚につき690円かかって、10枚区切りでかかるっていった形になります。この点だけね、注意していただきたいなと思いますので、もしね、50万円とかね、購入されたいっていう方は、100万円超えないと、一気に注文できますんで、10枚でそのままできますよね。ですので、50万円と690円ですよね。で、50万円に対して 3% オフが入りますので、割引を入れると、50万円で 3% なんで、1万5000ですよね。48万5690円で、50万円分のギフトカードが購入できるっていう計算になりますね。やばいですね。50万円のギフトカードが手に入るのに支払う金額は48万5690円。いや、これはね、おかしいですね。二次利用ができるもので、これは本当にすごいですね。で、もし100万円購入する場合は、100万円超えないように購入しないと、一気に注文できないので、5万円のカード19枚で、
3万円のギフトカードを1枚。これで98万円になりますよね。で、プラス1380円の送料がかかるっていう計算になりますよね。で、この98万円に対して 3% オフがかかって送料は1380円なんで、98万円を買って95万1980円の支払いということで、98万円分のギフトカードが95万円で買えてしまうということで、非常に安いですね。これはね、本当にすごいキャンペーンですね。まあこういった感じになりますので、もしね、100万円以下でマックスで購入されたい方は、こういった感じでね、購入してください。で、こちらね、注意事項になっておりまして、上限は30日で100万円ですね。ですので、今回のキャンペーンが6月5日までしかやっておりませんので、まあ、購入できるのは、まあ、100万円までっていう感じですね。100万円以上注文できるのかもしれないですけども、もししたい方は、まあ、電話でね、ちょっと問い合わせてみていただければなと思うんですが、まあ、注文してね、キャンセルできませんのでね、この点、ご注意いただければなという、いう感じになります。で、発送自体はですね、1週間から10日かかりますので、すぐね、購入してすぐ届いたりしませんので、この点もね、ご注意ください。はい、ということで今回ですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードで百貨店ギフトカードの購入 3% オフがね、来ましたので解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやね、こちらは多分ね、今回も早期終了するのではないかと思いますので、もしね、購入されたいっていう方は、できるだけ早くね、購入しといていただければなと思います。で、この動画を出すとですね、絶対聞かれるんですけども、このギフトカードね、買取屋に出せないんですかって絶対聞かれるんですけども、まあ、この点に関してはですね、私は言及いたしませんので、ご自身でね、検索してみていただければなと思います。今回ね、アメックスのゴールドプリファードであったり、まあ、決済仕様でね、かなり利用されている方ね、アメックスのカードね、いらっしゃると思いますので、ぜひね、こちらのメールね、来てないかね、チェックしてみていただければなと思います。いやね、これはね、すごいですね。多分早期終了すると思いますんでね、購入されたいっていう方は早めにね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。